皆さんこんにちは。この映像は任天堂スイッチで遊べる注目のインディータイトルを紹介する番組です。それでは早速ご覧ください。薬剤、それはあらゆるものを侵食する闇の力。少女は狼の子ネバと共に旅に出ます。まだ幼いネバ、飛ぶことを躊躇しています。そんな時はネバとはぐれないよう目を離さないで。共に時間を過ごしながらネバは成長していく。ネバは10月16日配信。バラトロ、ポーカーの役を作って高得点を目指す一人用ゲーム。8枚の手札からポーカーの役を探します。今回はワンペアが作れそうですね。ポーカーの役はそれぞれ倍率が決まっており、ワンペアだと 10×2 の20点。ここにカードの点数が足されスコアが出ます。今回は56点でした。そして決められたターン以内に目標スコアに到達すればクリア。目標に届かなければゲームオーバー。でもこのバラトロ、これだけじゃないんです。次のラウンドに進む前にショップでカードを購入できます。中でもジョーカーはそれぞれに特殊な効果があり、5枚まで保持できます。例えばこのハーフジョーカー、役を作るカードが3枚以下なら倍率が増えます。他にもこの惑星カードは役のレベルをアップすることができます。今回はワンペアのレベルを上げてみます。このデッキで次のラウンドに挑んでみましょう。先ほどと同じ9のワンペアですが、惑星カードとジョーカーの効果で前回よりもスコアがぐんと上がりました。カードの組み合わせ次第で桁違いのスコアになることも。自分好みのデッキを作り挑戦してみてください。バラトロは配信中。アニマルウェル、このゲームには一切の説明がありません。何をするのか、どこへ向かうのか、この動物たちは脅威なのか味方なのか、何も教えてはくれません。あたりをじっくり観察すれば先に進むヒントが見つかるかもしれません。さあ、アニマルウェルへようこそ。アニマルウェルは配信中。
コーヒートークが舞台を東京に移して新たにオープン。あなたはこのカフェのバリスタとしてお客さんに寄り添います。カッパの健二さんはサラリーマンとして働いていますが、退職後のやりがいが見つけられず悩んでいるようです。さて、注文が入りました。抹茶をベースにミルクをダブルにしましょう。ラテアートはステンシルを使って少し豪華に。抹茶ラテの完成です。飲み物は注文通りに作るだけでなく、お客さんに寄り添ったアレンジも。癒しの一杯を提供してあげてください。コーヒートーク東京は2025年配信。このゲームは8番乗り場、車両を移動しながら電車からの脱出を目指すゲームです。異変がなければ次の車両に進みます。たとえ異変があっても、扉が開けば次に進めます。ただし異変に対応できないと最初からやり直し。どうしていいかわからないときは、周りを見渡せばヒントがあるかもしれません。電車から脱出することはできるでしょうか。開けてください。8番乗り場は11月28日配信。また8番出口と8番乗り場が一つになったパッケージ版も同日発売。ここで前回のインディーワールドで紹介したリファインドセルフ性格診断ゲームについて続報です。お伝えしていた発売時期から遅れましたが、本作の配信日が10月3日に決定しました。プレイによって性格診断ができる本作で、あなたの性格を調べてみませんか？もう一つお知らせです。インディーワールドの公式 X アカウントでは、注目のインディータイトルの情報を随時更新しています。また任天堂スイッチのゲームニュースでもインディーワールドチャンネルがありますので、チェックしてみてください。それでは引き続きご覧ください。描いた物体でお題クリアに挑むパズルゲーム Q が、遊びを一新し Q2 として登場。 Q2 ではキャラクターが操作可能に。物体を掴んだり投げたりパンチするなど、さまざまなアクションができます。このステージはこのボールを右上のエリアに3秒間キープできればクリア。うまくいきません。そこで線を描き道を作ると、クリアできました。選べるキャラクターは18人。爆弾を使えたり、風船でふわふわ浮けたり、物体をくっつけるなど固有の能力を持っているので、クリアまでの方法は様々。さらに最大4人の協力プレイも可能。
能力を組み合わせたり、人数任せの力技で押し通したりと、一味違ったプレーが楽しめます。 Q2 ヒューマニティはこの映像の終了後より配信開始。12年前に起こった未解決の星華ちゃん失踪事件、当時の関係者の証言をもとに事件の真相に迫ります。まずは星華ちゃんの父親による証言です。未解決事件のままでいい、彼は当時こう語っており、この件に触れたくないようですが、なぜそう考えているのかは分かりません。では次に母親の当時の証言も見てみましょう。娘がいなくなり不安な様子です。この証言にはハッシュタグがついています。選択してみると、新たな証言が見られるようになりました。この証言では人物が出てきました。選択すると、関係者の一人である星華ちゃんの祖母が追加されました。横に並ぶのが証言を得た人物で、縦にはその人物の証言が並んでいます。この母親の証言にある孫娘という言葉、星華ちゃんの母親の発言としては違和感があります。もしかすると新しく出てきた星華ちゃんの祖母の証言でしょうか。このように過去の記憶なだけに、誰がいつその証言をしたのかがバラバラになっています。証言を読み解きながら組み替えていくことで、徐々に浮かび上がる事件の真相、あなたは未解決事件を終わらせることができますか。未解決事件は終わらせないといけないからは、9月19日配信。この映像の終了後より予約受付を開始。ペッピーノが営むピザ屋の近くに突如ピザタワーが現れた。自分の店を守るためピザタワーに挑む。タワーではさまざまなステージがペッピーノを待ち受ける。ダッシュして、よじ登って、転がって、掴んで、スピーディーなアクションで突き進む。そしてステージのラストには塔を支える柱ピラージョンが待ち受ける。ぶっ飛ばせば It's pizza time。 制限時間内に来た道を戻って脱出できればステージクリア。さらに各フロアの最後にはクセ強めなボスが行く手を阻む。辛口な攻撃をさばききれるか。飛んで、壊して、駆け抜けるペッピーノの大冒険。ピザタワーはこの映像の終了後より配信開始。都市伝説、世間話から尾ひれがついた噂話。ここ都市伝説解体センターは、日常で起こる怪事件を調査し、都市伝説の真相を究明する組織。念死の力を持つ主人公アザミはセンターの一員として怪事件の調査を行う。調査は2つのパートで行われる。 SNS 調査、投稿を見ながら事件に関連しそうな情報を集め、概要を浮き彫りにしていく。おおよその状況が分かったら探索を開始。気になるものを調べたり、人に話を聞いたり、行き詰まった時にはメガネをかけると、見えなかったものが見えるように。調査を進め、どの都市伝説が該当しているのかを特定。事件の真相を解き明かすとともに、
都市伝説を解体。しかし都市伝説は解体されても現実の事件は終わらない。センター長メグリア、先輩調査員ジャスミン、都市伝説を解体した先に待ち受けるものとは。都市伝説解体センターは2025年2月配信。いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。どうぞ。最大8人で遊べるピコパークに2が登場。ルールはシンプル。鍵を手に入れてゴールのドアを目指すだけなのですが、ゴム紐でつながれていたり、突然横スクロールが始まったり、弾幕をひたすら避け続けたり、誰が鍵を取りに行く、誰が先に進む、スイッチを押すのは誰、相談しながら進めないと。そして激ムズステージに特化したダークモードが新登場。協力度合いがより一層試されます。プレイヤーたちを悩ませるのは全部新作の76ステージ。何度もやられながらみんなで攻略してみてください。さらに今作は全ステージでオンラインプレイが可能。成功しても失敗してもみんなで楽しめる。ピコパーク2はこの映像の終了後より配信開始。番組は以上になります。今後も注目のインディータイトルを紹介していきますのでお楽しみに。それでは皆さん、良いインディーライフを。